DJ アラファット DJ アラファット、1986年1月26日から2019年8月12日は、コートジボワールのアビジャン出身の音楽家である。クープでクレイと呼ばれる音楽ジャンルで最も有名なアーティストの一人であり、シンガー、ダンサー、プロデューサーとして活動している。サブサハラのアフリカで主に、フランス語圏を中心に人気を集めている。 2015年に雑誌フォーブスアフリカ及びトレースアフリカでは最も影響力のあるアフリカ人ミュージシャンに選出されている。父ピエールホオンと歌手である母ティナムラマーとの間に1986年1月26日生まれる。両親の民族グループは父がゲーレ、母はベテである。アビジャンのヨプゴン地区に生まれ育った。アラファトのステージネームは 彼の少年時代、レバノン人の友人から、PLO のリーダーやアセル・アラァートにちなんでその名で、呼ばれていたことに由来する。愛称として、ヨロボが定着している。アビジャン・ヨプゴン地区にある、マキレ・シャンガイにて、DJ として、音楽キャリアをスタートさせた。当時は、デ・ボルド・レイ・クンファと、デュオで活動していた。その後、プロデューサーである、ロラン・レ・ビング・ウィステに見染められ、オマージュ。 エジョナなさん DJ という曲をリリースする。まだ新人であったにもかかわらず、同曲のミュージックビデオには、クペデカレの第一人者であるデューク・サガヤ・マルカク、DJ らと共に、アビジャントレシュビル地区の競技場で撮影されている。デ・ボルド・レイ・クンファとのデュオは2009年に解消、ソロとして数々のヒット曲を送り出し、フランス、 ベルギーをはじめとしたヨーロッパツアーアメリカ合衆国でのツアーを行っている。2014年にはユニバーサルミュージックグループと契約した。コートジボアールのみならず各国アワードでも数々の賞を受賞し、2012年にはコラーウォーズで西アフリカ最優秀男性アーティストとベストアーティストオブアフリカの2賞を勝ち取り、その後編名として2回のコラを取った男を意味する。 ニフアコラマンを名乗っている。2014年には、プロダクションチームとして、ヨロギャングプロダクションを設立した。メンバーは、おののが、人気の DJ でもある、アリエル・シーニー、b シュシュ・サルバドル、カリーナ・スタイル、デラジーアナ・デボルドである。他アーティスト楽曲へのゲスト出演も多い。本国コートジボワールをはじめとした、ふつご県での客演が、最も多く、東後のトゥーファン、 今後民主共和国のファリー・イップ・パニー・コフィー・オロミデイ、ブルキナ・ファソのフラビーなどの曲に参加している。2013年にアメリカ在住ナイジェリア人シンガー、ジェイ・マーティンスの曲、タッチング・ボディにフィーチャーされてからは、ナイジェリアのアーティストとの共演が増え、その後ブラケット、ダビド、イアニャ、イェミアラデ等のアーティストたちの曲に客演している。2019年8月11日、 アビジャン市内をバイクで走行中、車と衝突。病院に搬送されたが、翌12日午前8時に死去。33歳ボー初期の代表曲、オマージュ。A. ジョナサン DJ の頃は、ズグルーの影響が強いスタイルであったが、時代とともに、電子音楽の影響が強くなり、近年は、サブサハラの黒人アーティストにしては珍しく、ロックや、 ヘビーメタルからの影響も見られる、ビートの曲もリリースしている。また、クペデカレのビートだけではなく、ヒップホップやレゲエなどの曲もある。かつての相方、デ・ボルド・レイ・クンファを自分に嫉妬している等と、しばしば攻撃している。ただし、楽曲での共演もあり、多くのライブで共にブッキングされている。シンガー・セルジュ・ベェノについてもたびたび批判しているが、交わされている。 現在のクペデカレシーンを代表する二人は2015年9月にコンサート形式で対決した。共にライブパフォーマンスを行う自身ののダンサーチーム、夜ギャングの主要メンバー、オーディノ・トゥアが2016年2月脱退したが彼の新プロジェクトのためでありトラブルはなかったとしている。コートジボワール人のスタープレイヤー、ディリエ・ドログバと個人的に親交があり、タイトル ダローグバという応援歌があるほか、多くの曲中で、シャウトアウトしている。ライブにゲストで出演したり、一緒にクラブで踊っている動画もある。ヤヤトゥーレとは、仲が悪いと伝えられ、2014FIFA ワールドカップ一時、予選、並びに、アフリカネーションズカップでの敗退時には、楽曲内やツイッター上で、ヤヤトゥーレは、偽物、ドログバが、本当のキャプテン等と非難している。 カメルーンの選手、サミュエル・エトーは、アラファットのファンであり、2009年には、BMW の車をプレゼントしている。アラファットもエトーをタイトルにした楽曲を作ったほか、多くの曲中で、シャウトアウトをしている。ありがとうございます。